今日は7月12日朝から名栗湖有馬ダムに来てます。で、今日は友人の KM さんが R1200RS の新車を買ったんで、ちょっと紹介させていただきます。いいね。なんといってもね、これ乗りやすいそうだね。シートも低いし、オートシフターがついてるんでクラッチをほとんど使わないそうですね、アグラボのマフラーが入ってね、それからキーレスエントリーシステムでね、キー挿すわけじゃないそうですよ。素晴らしい時代です。